ジョゼフィーヌ・シャルロット・ド・ベルジックは、ルクセンブルク対抗ジャンの妃、ベルギー国王レオポルド3世と、王妃、アストリッドの長女。弟に、ベルギー国王ボーダン1世とアルベール2世がいる。1927年、レオポルド王太子とアストリッド王太子妃の第一子として、スタイフェンベルク宮殿で生まれ、幼少期を両親と共にこの宮殿で過ごした。ジョゼフィーヌという名は、祖父アルベール1世の最愛の姉と、ナポレオン・ボナパルトの最初の妃で、アストリッドの先祖にあたるジョゼフィーヌ・ド・ボワルネの名前から付けられた。1930年に弟ボーダンが誕生。1934年には祖父アルベール1世が崩御、父が国王として即位し、下の弟アルベールが誕生した。翌1935年8月29日、父レオポルドが車の運転を誤り、同乗していた母アストリッドが崩御した。最初は王宮内に彼女のために用意された学校に通い、1940年の終わりに寄宿制学校に入学、その後も家庭教師による教育は継続された。大戦中、連合軍によるノルマンディ上陸作戦の直前の1944年6月7日、ジョゼフィーヌ・シャルロットは父のレオポルド3世以来一家と共にドイツに移送され、軟禁状態に置かれた。国王一家は1945年5月7日にアメリカ陸軍によって解放され、スイス・ジュネーブ近郊のプレニーに移り住んだ。ジョゼフィーヌ・シャルロットは、ジュネーブの女子高等師範学校で勉強を続け、その後、ジュネーブ大学で児童心理学を専攻した。ベルギーに帰国すると王族として公務を始め、同時に社会問題に取り組み、関心のあった芸術の振興に尽力した。ジョゼフィーヌ・シャルロット1953年に、ルクセンブルクの対抗聖子ジャンと結婚。三男二女を設けた。1964年11月12日、ジャンがシャルロット大公から上位され大公位に就くと、ジョゼフィーヌ・シャルロットも大公妃となった。大公妃となってからも、様々な、特に社会的、文化的な公務を中心に熱心に取り組んだ。幼児問題や家族問題、健康問題に関心を持ち、1959年からルクセンブルクの青少年赤十字団体の総裁を務め、1964年からはルクセンブルク赤十字の総裁も務めた。1999年に直系の孫にあたるギヨーム大公子が成人したことを受けて、2000年、ジャンが長男アンリに譲位したため、彼女も大公妃としての役目を嫁のマリア・テレサに譲った。しかしその後も様々な公務に取り組んだ。2005年1月、肺がんにより、居城のフィシュバッハ城にて、家族に看取られて薨去した。ありがとうございます。